新型コロナの感染拡大で需要が高まっています金沢市の企業が自立走行型の除菌ロボットを開発し販売を始めています青白い光を放ちながら前に進んでいるのは自立走行型の除菌ロボット UV4 です金沢市の台湾通信が開発し先月15日から販売を始めましたこのロボットは 半径2メートルの範囲に紫外線を照射すすることでで除菌ができますまたロボットに地図データや移動ルート日時を事前に学習させることで決まったルートを走ることができるほか障害物を避けたり人を検知して紫外線の照射を自動で停止再開したりする機能もあります 病院やショッピングショッピングモールなど不特定多数の人が出入りする場所での活用が期待されています。病院や不特定多数の方が多く出入りする場所で導入していただけます。感染拡大対策を取りながらも事業を継続するために有意義なロボットだと思っております。自立走行型の除菌ロボット UV フォーバ。 すでに医療機関からの注文も入っているということです。